喉の時間です。そうですね、もう一つねちょっとお聞きしたいことがあったんですが、これはですね、うん、まあ、なんか私自身が気づいたという気がしているんですけども、広島の方では音節の中にね抑揚があるんですよね。その、うん、今おっしゃってる、何でしたっけ、平板とか高点とかっていうのは、うん、音節間のね 音程の違いですよね。じゃなくて、うん、音節の中にもこの中国語のように、音が変わってきていて、例えばですね、じゃけんのっていうんですよ。ちょっと特殊すぎるかな、うん、なんか他にいい例はないかな。あの聞いたことありますね。じゃけん。代表的ですね。だからって言うんですね。うん。じゃけん、みたいなね。うん。じゃけん。で、そのじゃにしても、ヘビだったらじゃで、このじゃけんの場合はじゃとかね、こう中であるんですね。で、それは中国語と同じなんですけども。うん。それは英語でも、まあ、意味が変わるわけじゃないですけども、例えば、何って時に、what ね、what とかね、ah、うん、とかね、boy、うん、とかこう落ちたり上がったりするわけですけども、うんうん、それがまあ、日本では特に田舎とか西日本とか南の方ではそういうことが起こるんですけども、うん、東京だと音節の中が平らであると、うん、だからさみたいなね、うん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 、それがものすごい大きな違いで、で、なんかこう、僕はなんか広島県出身なんですけども、平らな感じで喋ってると、今ちょっとわざとやりますけど、うん、平らな感じで喋ってると、タタタタタタみたいな感じの日本語になって、なんかこう、距離感がを感じるんですよね。ああ、なるほど。ありますね、そういうの。でも、音声その中にこう、こんな感じで喋ってたら、今ね、こんな感じで喋ったら心がちょっと通じやすいという気がする。でももしかしたら東京の人から見たら、あ、広島の人ちょっと喧嘩越しで喋るなとかね、ちょっと荒々しいなと感じられるかもしれない。ありますね。僕は半年くらい関西に住んでたんですけど、いやもう関西弁がちょっとなんだろう、その関西人、みんなすごく優しかったんですけど、ずっとなんだろう、喧嘩売られてるような感じだったんで、ちょっと、うん、なんだろう、息苦しいっていう時もありました。なんかこう、熱いっていう日本語を使う時ありますけどね。うん。なんかこう、情熱的な感じがするっていうかね。うん。まあなんだろう、その、もう一つ面白いなと思うのは、その、言語の違い、言語っていうか、その方言ですかね、の違いもあれば、その文化の違いもあるじゃないですか。東京、なんだろう、その大阪みたいに、こう、なんだろう、その、わざとボケるっていうのはないと思うんですよね。まあ、たまにはあるんですけど、大阪みたいに、なんだろう、その頻繁に会話の中で、それが普通かのように話すっていうのは、なかなかないんですよね。なので、その、まあ、これも自分の、講座で言ってるんですけど、その、if you try to just imitate just the 方言 and don't know the culture as well, それもなんかズレが出るっていうか、その文化を知った上で、その文化をその言語の中に取り入れるっていう感じですかね。両方を使いながら話すっていうか。なんかさっき、なんておっしゃったかな。この間ね、大阪の人がですね、東京の人の話にはオチがないって言ってたんですけど、うん、なんか笑っちゃったんですけどね。そういうことですかね。うん、うん。で、なんか関西の人ってものすごいユーモアがあるかな。うん、ってね、でも東京の人は東京の人なりに何かユーモアがあると思うんですからね、何かテンションが高いような、うんうん、ちょっと違う感じがしますね。うん、だいぶ違うような気がします。何かよくね、その、笑う笑い、何か反応の、テレビとかでこう
お客さんが、観客がいて、うん、なんか笑うタイミングがちょっと違うような気がするときがあります。どのように違うかって言われたらちょっとよくわからないんですけど。うん。英語のど、また明日。